ましたナイトゲームが行われます。マツダツーズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦は広島東洋カープ対読売ジャイアンツの17回戦です。解説は谷山聡さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね、まあ、ですからね、ランナー1人どう生かすかというところでしょうね。はい、その後に注目していきましょう。危ないじゃん。3連投ということになります。初球はボールになりました。2球目は何で来るか。2球目打ちました。さあいい当たりが飛んでいる。ヒットになった。1塁ゲッテン2塁になる。何かのを取っていくけどね。私いつもバッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。いや、なんで今からじゃどうしよう。ジュース足のことは勝利になりました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は宇宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。